本当に流れてないね。寿司が不動のハーモニー、エビアボカド美味しそう、背徳の三重奏、サーモンチーズだって。いただきます。ストローなしコーラいただきます。炭酸めちゃめちゃ効いててうまい。ブリからいただきます。いただきます。めっちゃこれチェーン店のクオリティじゃない、半端ないね。スシロー最高っすね。サーモンちゃんいきます。なんか前よりうまくなってない、マジでうまい。回転寿司じゃない、これは幸せすぎます。僕はね大好きなんですよ、このうなぎです。うなぎには甘だれをかけて食べます。素晴らしい光沢感が出ております。うなぎの大トロや、うん、まっからのコーラ、さまさん、わーこれ渋いっすね。歯ごたえがすごい、トロトロテリテリ。2023年一番忙しいんじゃない、スシロー業界。100回ぐらい来たことあるんですよね、スシロー。ナンバーワンです。あんまりね知られてないかもしれないんですけど、スシローはね天ぷら屋さんなんですよね。ということでエビ天握りうまいんですよ、めちゃめちゃ。僕の一押し商品です、スシローの。これです。エビのねプリプリ感と衣のサクサク具合からのこの甘だれの美味しい感じ、これたまらないです。いただきます。一番うまいね。うんま、揚げ物を食べてからの汁物ですよね。このね、青さの味噌汁がめちゃめちゃ染みるんですよね。ほらこんな感じでいっぱい青さ入ってるんですよ。天ぷらの後に食べるこの青さ汁がめちゃめちゃうまいんですよ。うますぎるね。はい、&コー。マダイを、まあ、1週間ぐらい漬けましたみたいな、そんな感じのお寿司。おぉ、うん、まっ。ごまなんですよね、香りが。一番驚きが、このねっとり食感というか、舌にまとわりつく感じ。うっすらね、表面にごまがついてるんですよ、ね。サーモン。アナゴ、ダイヤモンドバレに輝いてますよね。トロトロ、大トロや。だって、うん、これは魚じゃないんです。天ぷらシリーズ第2弾イカ天握りです。これもねめちゃめちゃ大好きなんですよ。光り輝いてます。イカの存在感がすごい。こっちがミニシャリ握りで、こっちが普通のサーモン。あんま変わらんか、横から見たらちょっと反則かな。宝石やな、宝石。普通のサーモンからいただきます。うん、うまい。じゃあミニの方いただきます。お、美味しいタイプのアナゴ、分厚いアナゴは大好きなんですよ。これも甘だれで、うーわ、食えてなくなりました。焼きトロサーモン、うん、このサーモンのトロッとした口当たりと皮目をカリッと焼いてる香ばしい香り、これがめちゃめちゃうまい。
一見カキフライなんですけど中身はホタテというね。一見普通のサーモンなんだけど大トロサーモン的なやつ。ちょっと追加で注文します。2杯目のコーラです。いただきます。あ、うまそうですね。黒毛和牛の握りですね。めちゃめちゃうまそう。これ醤油かな、塩が欲しいね。ちょっとすいません、手で取ります。これちょっとわさび、すいません、あんましちょっと触らないようにして。多分ねこれをつけて食べるとね美味しいと思います。でこのわさびをちょこっとつけようや。これね1貫200円するからちょっと丁寧にいきたいね。丸ズワイガニのカニ味噌和えだ。これめちゃめちゃうまそう。カニ味噌が好きな人必見でしょこれ。これやばくない？写真これなんですけど実際に届いたのはこれっすね。ちょっとこれはまずいんじゃないですかスシローさん。横から撮ってみようか。このアングルで撮ればめちゃめちゃ美味しそうやぞ。このアングルで食べましょう。ちょっとカニ味噌にぎりからいこうかな。こういうことかな。いただきます。人生初カニ味噌かも。あ、うん、おいしい。中トロですね。うーん、脂が甘い。ブリトロです。脂が乗りすぎてる。うまそう。ハーモニカサイズのブリトロです。いただきます。ほぼ油、最高。エビ天握りリターンズ。エビ自体にも下味みたいなのがついてて美味しいですよねこれ。鉛筆みたいやん。鉛筆サイズじゃない。でも別にいいか。全然カニがいない。たまたまね僕のところに届いたカニが鉛筆サイズだったっていう。先ほどわさびを乗せた黒毛和牛握り、別で塩も注文できるんでこれかけていきたいと思います。おう、これ食べるんだったら100円寿司の牛塩カルビ食べた方がいいですね。フォンダンショコラですね。めちゃめちゃ食べたかったやつ。早速中身見ていこうと思います。うまそう。これほらやばいっしょ。これうん、うまっ。生クリーム、うん、からのアイスクリーム。ホワイトチョコチーズケーキのいちごソースがけ、めちゃめちゃうまそう。うーわ、ホワイトチョコとチーズケーキはやばいでしょ。うん、美味しい。あ、これめちゃめちゃうまいな。ホワイトチョコなんで結構甘いかなと思ったんですけど全然甘くない。むしろ甘さ控えめでいちごのソースの酸味がめちゃめちゃいい感じで美味しい。フォンダンショコラと迷ってる人はこちらもおすすめですね。うん、2、4、6、ハート2、4、6、ハート。はい、ということで久々のスシローに来たんですけど前と変わらずさらに美味しくなって帰ってきたということで大満足、めちゃめちゃ幸せでした。ということで今日はここで終わろうと思います。バイバイ。